風は行く、乱世の彼方へ。僕が来た。まずは橘山城深くまで攻め込んどる。全軍直ちに出撃、一刻も早く橘山城を救援するんじゃ。趙雲殿が稼いだ時を無駄にしてはならん。豊臣の歓迎の準備ができていらん。すまん、もう行けない。敵の砦が近いの。使えない対策を頼むわ。今ぞを撃てば秀吉様の天下はほぼ完了。俺の役目はその先を考える。ずいぶん飛躍するんですね。あんたが心配すべきはもっと身近なとこだ。知らせたらいかん。立花山城最後の砦は由布。天使永丸にして豪華。城内の砦がほぼ島津の廊下。大急ぎで制圧するさ。私も橘山城で共に戦い、この国の未来を築きましょう。かわいそうな人。
これで救われたよ。島津義弘、あの男に立花の城の一族に踏みにじられた。ああ、だがまだ生きている者もいる。彼らを助ければまたやり直せるさ、立花を。切り足りないよ。かわいそうな人がまだいっぱい。さあ、かかってこい。あげるなんて。嘘でも西国無双だ。この程度は軽いものさ。すまん。ま、俺に挑んだお前が悪い。ここは引くぞ。すまん。ま、俺に挑んだお前が悪い。間に合ったわ。立花豊臣の将兵たち、ようやってくれた。今度はこっちの番じゃ。岩屋城にこもる島津軍を一掃したら。豊臣全軍、攻勢に移れ。岩屋城の島津軍を一掃せよ。流れは豊臣に傾いたか。まずは負けた。負け戦をひっくり返すのが島津の命だ。家久、年久、出るぞ。天下人を気取る猿に一泡吹かしてくれよ。開門。本陣の守りを固めるのが先だ。その身に刻むのだ。見事ですね。すまん。ま、俺にどんどんお前が悪い。この戦でも三成態度悪いよな。おじきの代わりに命令したりするしよ。今はこの戦に集中しろ、バカ。喧嘩するにしても後だ。そうだな。あいつの根性を叩き直してやる。圧倒的な負け戦か。そう来なくては。開門。今より地獄よ。
がに釣り伸びせば使えん。おとり部隊もろと大軍に飲まれよう。いや、もう釣りは成功して秀吉が九州に来た時点で我らの勝ちを。九州を取りにして狙うは島津の本領安堵か。まったく兄者にはかなわぬ。順風のようだな。よっしゃ、最後の砦も打ち破ったな。全軍岩屋城へ総攻撃じゃ。開門。最後まで諦めない。この身果てるまで。勝利条件変更。開門。ここが正念場だ。皆奮起せよ。秀吉様の天下のために。